どうもこんばんは、エネムです。さあ、先日名古屋での開催が発表された石田水展ですが、なんと新たなキービジュアルが公開されました。まず、これまで東京会場、福岡会場で使用されてきたキービジュアルがこちらですね。正装に身を包んだ東京グールの主人公金木健と、ジャックジャンヌの主人公立花キサ。そして今回新たに公開されたキービジュアルがこちらですね。金木は無印東京グール7巻でヤモリと戦った際のビジュアル。そしてキサはユニベール公演、最終公演のクォーツ演目王国の獅子屋での衣装に身を包んでおり、これまでのビジュアルと比べて2人の立ち位置が反対になってますね。ちなみに新ビジュアルの方は石田水展福岡会場の最終日に水先生が自身のツイッターアカウントに投稿していたイラストですね。そのイラストが今回名古屋会場での新しいビジュアルになってます。そしてなんと名古屋会場では東京会場および福岡会場で販売されていない今回の新ビジュアルを使用した新たな限定グッズが販売されるようです。複製原価とかメタリッククリアファイル、スタンド付きアクリルキーホルダーがありますね。ここに来ての新ビジュアルと新しいグッズは、もう名古屋会場行けと言われてるような もんじゃないでしょうかね。複製原価はね、今までの、キービジュアル2つありましたけど、どちらも買いましたし、水先生もあと言ってましたけど、ジャックジャンヌの、展示？少ないっちゃ少なかったじゃないですか。どちらかというと、資料が多かった、制作の過程の。なんで、もしかしたら増えるかもしれないじゃないですか。ゲームやった人ならわかると思うんですけど、本当にすごい量のスチル、膨大な量のスチル。特に僕が見たいのは、新人、夏、秋、冬、ユニベール公演、各公演のビジュアルですね。あれをね、でっかく並べてほしいですね、一列に。あとね、欲を言えばその複製原画も欲しい。てか、それが一番欲しいかな、今。廊下とかに順番に並べたいよね。絶対おしゃれだと思う。ということで、今回は石田水展、ここに来ての、まさかの新ビジュアルと新しいグッズ、発表ということで。しかも今日は、ジャックジャンヌの新しい情報も、出てたんで、情報過多な一日でしたね。皆さんは名古屋会場行かれるんでしょうか？開催までちょうど3週間、ちょうど3週間ですね。7月30日から8月15日まで、期間短いんですけど、今日からちょうど3週間後から開催になってます。もしよかったら、行かれる方はですね、ツイッターのリプでも、動画のコメントでもいいので、感想を教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。